ジャック・レイモンド・コルバックはイングランド・ニューカッスル・アポンタイン出身のプロサッカー選手。ノッティンガム・フォレスト FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。10歳で出身地にほど近いサンダーランド AFC の下部組織に入団。2008年5月にトップチームに昇格。その後はイプスウィッチタウン FC にレンタル移籍し、経験を積み。 復帰後のプレミアリーグウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦で76分から途中出場し、トップチームデビュー。しかしイエローカード2枚を提示され退場処分を受けてしまい、プレイ時間はわずか9分だった。2010年10月、2011年1月までの契約で、イップスウィッチに再びレンタル移籍。2014年6月、 入滑するユナイテッド FC にフリーで加入。この遺跡はサンダーランドサポーターの品宿を買った。2020年8月、ノッティンガムフォーレスト FC にフリーで加入。U2 レイ,イングランド代表として1試合に出場している。A 代表は2014年8月に初召集されたが、出場経験はない。イップスウィッチタウンでのコルバック。ありがとうございます。